皆さんこんにちは。今回の福岡再発見は2024年秋天神地下街をぶらり散歩します。半年ぶりの天地下、どんなお店がニューオープンしているのでしょうか。お楽しみに。この動画がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。ここで天神地下街について説明します。天神地下街は天神エリアを南北に貫くメインストリート、渡辺通りの地下に広がるヨーロピアン風の地下街です。愛称は天地下。天神ビッグバン、今日は天神地下街をぶらり散歩します。全長590メートルの天神地下街は福岡市中央区天神の中心で、都市と商業の交通、そして人が豊かに交流する大きな劇場としてデザインされています。地下街の北から順に1番街、2番街と続き、地下鉄空港線天神駅を経て、南は地下鉄七隈線天神南駅に面した12番街まであります。平日の午後とはいえですね、通行客、観光客の方が多いですね。町のベースとなる道は一つ一つの手作業により石畳が埋め込まれて、どこまでも連なるサークル模様を描いています。この石畳の感触を感じながら歩くのも地下街散策の楽しみの一つです。49年間天神地下街で営業を行っていた石文館書店天神地下街店が8月14日の営業を最後に閉店しました。天神エリアで閉店した書店は2010年から14日閉店した石文館書店天神地下街店まで合わせて13店舗です。こちらはインフォメーション広場、黒御影石でできたカウンターでは様々なお客様の声にお応えしています。広場の円柱の天井にあるステンドグラスは福岡市の花である芙蓉とサザンカがモチーフとなっています。平成8年に開業20周年を記念して設置しました。ここでちょっとお知らせです。この動画がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録をお待ちしています。天神地下街は東通りと西通り2本の通りがあり、北はミーナ天神やイオンショッパーズ福岡店、南は福岡三越や大丸福岡天神店、東はアクロス福岡、西はパルコと周辺20カ所近くの商業施設やビジネスビルにつながっているので、どんな天候でも快適に天神エリアを回遊できます。すごい人が多いですね。平日昼間とは思いませんね。最初地下街を劇場に例えましたが、本当に劇場そのものなんですよ。通路は客席、店舗は舞台、商品とショップスタッフが脇役の俳優、そしてお客さんがそれぞれの素敵なパフォーマンスを楽しむ主役という位置づけです。ここでちょっとお知らせです。この動画がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録をお待ちしています。
福岡市の天神地下街は2024年9月10日開業から48周年を迎えました。グルメやファッションなど約150の店が並び、連日多くの人でにぎわっています。一方で最近は閉店も相次いでいます。最初にご紹介したのは書店の積分館、今年8月に惜しまれながら閉店しました。現在福岡天神にある書店は西通り沿いに移転した純駆動書店と、岩田屋本店内にある文吉、新店長にある福岡金文堂本店と、積分館書店新店長本店の4店舗のみとなっています。またコーヒーフリークなら知らない人がいない鮮やかな赤のロゴが印象的なイタリアの老舗イリーブランド。天神地下街にあるイリーのカフェが7月をもって閉店しています。営業時間は午前7時から午後11時で70席を備えていました。通勤やランチ、待ち合わせの場所として多くの人が訪れていました。本格的なカプチーノだけでなく、モーニングセット、パスタなども人気だったため、常連客にとって閉店は残念です。ここでちょっとお知らせです。この動画がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録をお待ちしています。その他にもこの秋変わるのは天地下カード、天地下ポイントアプリになるそうです。簡単にご紹介しますと、天地下ポイントカードは2025年3月末までに全てのサービスを終了。現在ご利用の天地下公式アプリは2024年9月末をもって終了とのことですが、詳しい情報は公式ホームページでご確認をお願いします。建設当時と比較して世の中も変わってきました。商業形態はインターネット通販、郊外大型店、アウトレットモールなど、天神地下街が開業した40年ほど前とは消費者の行動も大きく変わりました。シャッター通り商店街が全国的にも増え、改善に向けて地域でさまざまな模索が続いています。天神地下街開業48年の歴史の中で変わらない店がある一方で、地下鉄七隈線が延伸して以降、飲食店などのリニューアルが相次いでいます。天神地下街も常に変化を模索しているようです。今回のこの動画、このパートは天神地下街西街区をご紹介しました。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。それからチャンネル登録お待ちしています。次のパートは天神地下街東街区を予定しています。お楽しみに。